坪井の壺ですはいシルバーポンタさんから頂い,いてるお便り、はい、まあ本当にね先ほどから割とこの辺りに関係するお話ね、うんえー、三重高校のこの頑張ったという、はい、からこの愛知県やらこの辺りは学力がどうだいって話、はい、これもまあ 身近なという地元の話ですがシルバーポンタさんから頂い,いておりますけれども岐阜県美濃加茂市のプール水、えーねえー、浄化す、えー、設備導入をめぐる、えー、汚職事件で、えー、事前収賄などの罪で起訴された市長の、えー、藤井被告30歳が25日保釈保証金1000万円を納付し拘留、えー、されていた名古屋拘置所から 保釈されたたとこういういニュース伝わってきましたね市民の皆様や多くの方々にご迷惑をかけ、本当に申し訳ないと陳謝、その上で逮捕から一貫して潔白を勝ち取ることができたのはご支援があってのことと感謝している、直ちに美濃加茂市に帰り、市長の職に就くと語りました。藤井市長も逮捕から一貫して潔白を えー、まあ、述べてきたということですが、はい、一方、贈賄側の業者は現金30万円を渡したと認めているので、これがどうなるか問題となりますよね、はい、と裁判になったときね。はい。港の知恵さんからもいただいております。まあ、そういう保釈になりましたけれども、はい、副市長らや、それから市職員14人を含む30人との接触を禁じる厳しい条件付きで保釈をされた、はい、ということらしいですね。 ではいいいいけけないというとうかららしいですどこハム・ソーセージさん、んあの市長がね、保釈されましたニュースを見ていて、気になるのは、彼を犯罪者扱いしている感が強いことです、裁判で白黒ついていないのは、推定無罪の範疇と思います、また今回も警察、検察得意の人質司法で、 というんですかね。二ヶ月の交流。逮捕する明確な証拠があるなら、何のための二ヶ月交流でしょうか。また、副市長や議会の人間と接触するなとは。えー、裁判前に口裏を合わすからだって、アホな指示ですよね。えー、これらの問題は市長だけの問題ではなく、私たちが冤罪で、 え、逮捕された時も何ヶ月も拘留され、嘘の自白を強要される可能性があります。市長が白か黒かの問題以外に自分たちに関わる、これ、大きな問題と思いますが、いかがでしょう。暴れん坊公文さん、取り調べの様子を語ってました、市長さんが。うん 恫喝や脅迫もある暴力団を思わせるものだったとのことで時代が時代ならこれ石を抱かせたり逆さずりしたりしたのではないでしょうか保釈にあたって死の幹部らと接触禁止などの厳しい条件がこの国の司法はどうなっているんでしょう一時の恥瞬間接着剤さん昨日からしっかり仕事をし空白になってしまった2ヶ月を何倍にも返していきたいと表明しましたが取り調べに対して恫喝ま また早く話さないと、ミノカモ氏を火の海にすると、脅されたとも話してました、うん、六でなし子さんの取り調べのときと同じように思います、まあ、早く全面可視化をすべきです、私がたまに見るサンプルは全面可視化になっています、関係ない話ですね、うん、これね、うん、それと保釈条件で、えー、市役所の幹部との接触はしてはいけないというのも、消せません、私の見るサンプルの姉、ね、ちゃんとは絶対接触できません。あの比べるものがっ違 ね ワイカメキチさん、公の場に姿を見せたのは2ヶ月ぶりです。少し痩せた感じでしたが若いから元気良かったです。これから直ちに、えー、美のかもしに帰り市長としての職に、えー、復職、復帰しますと話していました。交流中も一貫して無実を主張していて、保釈後の会見では警察の取り調べを批判していたそうです。事実はどうなのか。藤井市長はそこまで無実を主張し、こうして出てこれたんだから、市民として とは自分たちが選んだ市長を信じたいのでしょう。これは見た感じで、えー、根拠も何もありませんが無実のような気がします。こう見た感じですこの人はね。うん、はい。うんこの人はガマゴーリニュースですから身のカモとはあまり関係ないところですが。はい、だからまあどっちでもいいとして見てみるとということですよね。ねうん。 いい仕事をしっかりして、何倍もして、市民に返したら良いと思います、30歳の市長か、僕は30歳の時何をやっていたんだろうかな、思い出せません、少なくとも市長ではなく、ただのサラリーマンでした、<laughs> まあ大概の人がそういう方が多いですね、すねはい、リベラ万歳ん裁判所が大変難しい条件をつけているのをご存知でしょうかというのは、先ほどの話ですよね、はいえー、まあ、影響を与えるという裁判にね、だから30人との接触 をしてはならないというま一休さんの全問答みたいなことを裁判所が市長に求めているんです市長は全力投球で復帰すると行きまいておられますがお役所の仕事といえば書類の決済に会議来客との対応とまあ、幹部職員抜きで仕事は果たしてうまく回るんでしょうか今後の活躍ぶりを ね、観察していきたいなと思いますとこの条件は、市長として仕事が成り立っていけることなんだろうかということです、ねね、この辺の規制は守る形で、うんえー、市長としての役割をこうやっていきたいっていうようなことは、は本人がね。はい ええ、おっしゃってますけれども。ねえ、うん、これはまた、押し入れバカ満点さんからもね、本当に巻き込まれただけなのか、受け取ったのか、よくわからない事件ですが、まあ、しかし、この市長に隙があったことだけは確かですね、と。うん、悪い奴が落としてやろうという、もしね、これは本当だとしたら、その罠にかかったという隙があったことだけは確かやろう、うん、と。 そういうい立場だったとしてやってないとするならばね、はいうん、それは言えるというまあ確かに本当かどうか分かりませ、ねうんがやってなかったらやっぱりちょっと罠にはまったか。 なとピンピンダラリンさんからもね、頂い,いております、クリオネ・ブルドックさんからも、まあ、警察の権限ってすごいですね、一市,市町村を焼け野原にできるというように、ね、藤井さん、こうやってどんといい言いましたけど、こう言ってなかったとしたら、えらい大嘘ついちゃったことになるわけで、うん、やっぱ言ったっていうことなんですかね、うん、実際にね<え>すごい言葉だなと思いますね。